アミティタンゴは、京都府京タンゴ市アミノ町アミノ367番地に、ある、観光物産館。正式名称は、公益財団法人丹後地域地場、産業振興センター。アミノ小学校跡日館内には、約2300種類の物産販売所のアミティタンゴ、野球資料室の野村克也ベースボールギャラリー、喫茶店の喫茶アミッティシルク、コアーキングスペースなどがあり、 京丹後語士光公講者が入居する。別当に丹語売り物工業組合の出張所がある。また、駐車場の隣にアーケードを備え、毎週日曜日に丹語朝市が開かれる。丹語地方に関する各種資料の展示、丹語ちりめんの生殖見学や、染色体験、新技術や新製品の開発と研究、丹語地方の特産品の展示即売や、情報発信などを行っている。 1999年度からは、単語グッドグッズ認定事業にも取り組んでいる。1983年に、網野町立網野北小学校と網野町立網野南小学校に分割された旧、網野町立網野小学校の跡地に立っている。1984年8月10日、京都府と関係自治体、単語り物工業組合など32団体で、財団法人を設立し、 織物業を中心に地場産業や観光振興の拠点として建設計画される。1985年11月30日に提訴1986年に開館し、2016年9月19日に開館30周年を祝い記念イベントを開催した。1999年度から丹後地域の事業者が製造する地場産品から有料産品を ブランド認定する単語グッドグッズ認定制度を開始。認定商品はカタログやホームページなどに掲載し、見本紙を開催し販売する。この頃から館内1階に野村克也記念コーナーを設け、旧網の町に寄贈されたトロフィーなど、約20点を常設展示し、約60点を展示会を開く住民などに貸し出しを行っていたが、 2012年を最後に凍結し、5年後の野村ベースボールギャラリーの開設まで倉庫に保管されるのみとなった。2008年春に発足した京丹後市観光協会が網野町観光協会から交代して本部事務所を開設する。2012年4月1日公益財団法人に変更。2015年都市部企業のサテライトオフィスとしてテレワークセンターを整備する。 これは、あとの2019年6月3日、利用者を企業に限定せず、広く無料開放するコーワーキングスペースとして、改装された。2017年3月17日、野村克也ベースボールギャラリーがオープンする。ギャラリーの入り口竹野郡阿美野町出身の、プロ野球選手、監督であり、京丹後市名誉市民でもある、野村克也に関するギャラリー。 床面積99平方メートル。1961年の最高主君選首相トロフィー。1965年の地元網野町外線パレード写真パネルなど、約100点の資料を展示している。野村の著書など、約60点を集めた野村勝也文庫もある。野村は、網木単語の場所にあった旧、網野町立網野小学校の卒業生である。 1990年には野村が網野町の名誉町民に推挙され、同年には網野町が野村からトロフィーや写真パネルなど約200点の寄贈を受けた。しかし、野村の功績を検証する記念館の建設計画は頓挫し、寄贈品は会議室の段ボール箱の中などに保管されていた。2004年に網野町などが合併して、 京丹後市が発足すると、2009年には野村が、京丹後市の名誉市民第1号に推挙され、京丹後市は1100万円をかけて記念館を整備した。2018年3月17日に、野村勝也ベースボールギャラリーがオープン。当日には野村を招いて、開館記念式典が開催された。野村は、今日だけずっと飾ってもらえるのなどとぼやきながらも喜んだ。 2020年時点で多い月には約1000人の入館者があるという。2020年2月11日に野村が84歳で死去するとベースボールギャラリー内には県花台が設けられた。2019年6月3日に解消した。誰でも無料で利用することができる公共のコワーキングスペースとしては教団越しで初の開設であった。2015年に テレワークに関する総務省の事業で整備された都市部企業のサテライトオフィステレワークセンターの跡地を改修したもので床面積34平方メートル間仕切りのないコワーキングスペースのほか会議室を設け Wi-Fi やテレビ会議システム血圧計などを備える教団越し観光公社が運営を委託されており観光関連業の利用を見込むほか業種を超えた 地域交流を促進し経済の活性化を図る狙いで設置されたものだが、2021年1月現在は、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて一時閉鎖され、代わりにオンライン相談センターが開設されている。アミチタンゴ野村克也ベースボールギャラリーに関するカテゴリー。ありがとうございます。